はい、皆さんおはようございます。 IARGM の乱雑無償でございます。はい、今回はですね、臨床教育についてのお話です。僕はですね、もう関東支部でもずっとテーマにしてきている、もう2015年かなからテーマにしてきているのがですね、教育でございます。教育といってもですね、教えて育む教育ではございません。共に育む、それがアイエア関東支というよりはですね、僕がテーマにしている教育です。一体何が違うのか。教え育む、これだとですね、どうしてもこうトップダウン的なというかですね、なんていうのかな、まあ、受け取る側も受け身になってしまうね、そんな状態での教育、ね、教える形になってしまうんですが、そうではなくですね、共に育む、つまり、教える側の立場の人、教えを請う側の立場の人、共に成長できる、ね、共にお互いを育むことができる、これが僕の言う教育です。で、その教育っていうところにはですね、いわゆるこう、ちゃんとしたですね、師匠師弟関係というかですね、これまでで言うところの徒弟制度的なものとはちょっと違います。なんていうのかな、これまでの臨床教育でいくとですね、単純な上下関係のですね、ピラミッド型の師匠、弟子関係というかね、まあ、そういった印象ばかりなんですが、そうではなくですね、ちゃんとこう教えを受けたいと思った側がですね、自分のメンターであると、ね、メンターとは師匠のことですね、自分のメンターはこの人ですと自信を持って言えるようにですね、まあね、お互いがお互いにちゃんとリスペクトし合えるような関係、それがあって初めての、師弟関係、徒弟関係、徒弟ではないのか、そうするとやはり師弟関係かなというものになってきます。それがですね、僕のやりたい臨床共に育むの教育、臨床教育です。僕はずっと臨床教育をですね、チェンジすると。じゃあ具体的にどういうふうにチェンジするんだね、C んチェンジだから CH A あ違う違う CH E A んあ違う違う違う大ボケこいてんな。頭で考えるとスペル出てこないね。 CH A N G E だね。はい。で、C クリエイティブ、あとはまあ創造性ですよね、あとはチャレンジ、挑戦ですね。 H ハーモニーね、お互いが調和していくこと。ね、あとは、ユーモア、ね、笑いや楽しみ。そういったものがないと、まあ、学びにならない。ね、そして次なんだ。A か。ね、A は、アジャスト。ね、調整していく。ね、それ大切なこと。ね、あとは、G か。G はですね、Go on。ね、進む。進み続ける。ね、学び続けたいっていう人がいる限り、教える側も諦めない。教えを受ける側も諦めない。ね、進み続ける。Go on ですね。E、エモーション。ね、感情。やはりね、こう、ネガティブな感情じゃダメですね。しっかりとこう、プラスな感情で、気持ちがちゃんと乗った形で、学びができる。ね、そういう E、エモーション。これ大切ですね。で、何よりエンジョイしなきゃね。学びは、ね、学び以上に、こうね、人生の中で大切なことってないなと僕は思っております。なのでこれで、CHAGE ね、チェンジ、臨床教育をそんなね、5つの要素から、5つ、うん、の要素からですね、あ、5つにも6つか、うん、まあそんな要素からですね、臨床教育を変えていきたい、ね、教え育むものから共に育む、そういった教育に変えていきたい、
これがですね、僕のやりたいことだなと改めて思いました。より具体的なですね、臨床教育の、メンターというものをですね、どんどん育てていきたいなという思いのもとに、改めて、ここでお話しさせていただきました。皆さんもですね、トップダウンで教えるだけじゃないんです。学生さんからだって学ぶことあるんです。患者さんからだって学ぶことあるんです。でもそこにあってですね、上下関係関係なくですね、どこか秀でているものはちゃんと認めてあげる。逆に、自分が秀でているところで相手を導くことができる。相手に、あなたはメンターですね、師匠ですね、と言ってもらえるようなそんな状態。これを作っていかなきゃね。もったいない。あれ、よくもったいないって言葉使うな。やっぱここにはなんか僕自身のね、思いがあるんでしょうね。そこはもうちょっと自分でも掘り下げてみたいところですが、そういったところからですね、皆さんには、これからですね、新しい教育のスタイル、ね、共に育むスタイル、こちらにね、どんどん変えていってほしいな、変わっていってほしいなというものもあります。何もこれ、僕が最初に言ったものでもないですけどね、吉田松陰さんとかね、渋沢栄一とか、ドラッカーとか、ね、どんどんそういう人たちの、論語に行き着いちゃうところもありますけどね、いろんな人たちの過去のですね、事例を見ていっても、すべてですね、日本人に非常にこう、親和性の高いやり方、日本人だからできるやり方、そういったものがあると思います。ね、全部が全部、ね、欧米の輸入のものだけで作り上げていくんではなくですね、日本人だからできる。で、日本の国って大切だなって、日本人でよかったなって、ようやく2020年オリンピックも控えているわけですからね、やっぱり自分日本でね、学ぶことができてよかった、ね、そういった思いになれるようにですね、日本ならではの教育のスタイル、これを作っていけたらいいなと思っております。さあ、僕もですね、ようやく作業療法塾も11年目になりますね。そして、IER もですね、5年。なかなかね、こう、10年以上、こう、同じことをですね、やり続けている人ってね、少ないと言われています。ね、個人事業とかもね、大体3年以内にね、辞めちゃう人が多いって言われているような、ね、企業の状況っていうのもそんなところありますからね。それに当たってもですね、ようやく10年を超えた、IIRも5年を超えたという節目でもありますんでね、一つ腹をくくって僕の残りの人生ですね、そっちの方向でどんどん、練り上げていきたいなと、ね、ちょっと思った次第です。さあさあ、IIRGM の乱雑無償なのか、作業療法塾のね、自分の思い話してるのか、なんともいろいろね、悩ませになってきましたが、皆さんとはですね、また時代の変わっていくところをですね、一緒に体験していきたいなと思っております。この臨床教育、そのメンターの養成、僕が言い出したからって僕から学ぶだけじゃないです。僕と一緒に学ぶことでですね、共に育んでいくことができる、そんなね、臨床教育スタイルができていったらいいなと思っております。共感してくれる方、ぜひ一緒にやっていきましょう。ということで、臨床教育メンター、ね、一緒に育てていきましょう。斉藤でございました。